よう分かったな。へー、なっちゃんでーす。じゃあ今から赤羽で飲みたいと思いまーす。イエーイ。まずどこ行くかやな。来ました来ました。でほら食事付き。レッツゴー。ほっといた方がいいらしいで。それな。お通しが来た。え、めっちゃオクラめっちゃ入ってますけど。嬉しいよな。これだってさ、こめっちゃ濃いやん。なみなみやん。なみなみ入れてくれてるやん。嬉しい。ホッピーは嬉しいな。やっぱり東京来たらホッピーよな。イエーイ。じゃあなっちゃんこれ、はい。え？でもあの気持ちだけですけど。嬉しい。いただきました。この感じがいい。ミキ書いてるわ、ここ。くしと、なんかボディなんとか。ハンドクリーム。ありがとう、めっちゃ可愛い。使ってください。はい。すごい嬉しい。ごめんなさい。髪の毛茶色わ、めっちゃ茶色なってんな。の、こんな茶色はずじゃなかったんですけど、私。今からなっちゃんと乾杯したいと思います。ほんま中めっちゃ入ってんねんけど、どうしよう。大量大量いきます。ポッピーイン。びっくりするぐらいピンと合わんかった。難しい。じゃーん。じゃあ行きましょう。乾杯。ポッピー。うまい。飲んでみる。そっち飲んで飲んで。白香ばしい。あ、うん、でも全然違う。違うな、うん、どっちも白の味じゃない。最初飲まれへんかった。うん、白の方が多分の味かも。ホッピー自体ほんまにこっちの方が飲まれへんかった。ほんまに黒のホッピーはなんか、うん、なんかちょっと白の方黒糖みたいな感じがあるから飲める。香ばしい系。さあ何頼むって。なんかさ、あいつが好きなさ、なんかイブリガッコ。あーいいね。イブリガッコクリームチーズ。それにします。いいね。よし食べようぜ。仕事帰りと疲れてんじゃん。うん、全然大丈夫。まあ、昨日飲みすぎて。そうなん。そうそう、だから怒られてるね。反省しなさい。じゃあなんかちょっとほどほどにしやって。そう、ちゃんとしなさいって。あ、豆腐入ってる。ん？豆腐入ってるの。うん。まや。そうか、心配やからな。やらかしてる。やらかしてはないけど。ミキ、雰囲気が、もう絶対に赤羽に行きたいって思ってて。あ、そうなんや。大阪の次は東京でしょみたいな。うんうん。そうやって、あれ決めると恥ずかしいよ。やっぱ恥ずかしいか。もう、いや、でも面白いな。面白かったから、まあ、よかった。 NG やったら言ってな。あ、でも、こういうとこやめてみたいな。こっから言ってくれた方が。はい。これポン酢とわさびクリーム。わお。めっちゃ美味しそうやん。海ぶどうが来ました。アイクの大好きな海ぶどう。じゃーん、ここ東京言うてな。ぶりが。な、あ、いただきます。いただきます。しないな、いただきます。肉も珍しいわ。うん。今日、あれ、お仕事。あ、でも昨日。あ、昨日から、そう。昨日からやから。今日は別にそんなに。あんま変えるつもりで大阪でやることみたいな感じだったけど、うん、お願いあそこで飲みたいでって OK 出してもらった、うん、あれ大変じゃなかった。大変じゃなかった。いや、でもまあ結構そうやな、慣れてるからかもしれへんけど、まあでも大変とか、大変っちゃ大変かもしれへんけど、楽しく やった。もう楽しかったもん、あの時の記憶がよみがえった。楽しかった。
てた。あのこれわさびクリームチーズとかね。クリームチーズわさびクリームチーズ、わさびなんとか。斬新。斬新。最初はそっち。美味しい。ありがとう。美味しそう。ジブリバッグほんまに好きなんよ。うん。この組み合わせ新しいっていうか、すごい。考えてます。秋田に行ってブリ学校がめっちゃ美味しいなと思って。秋田有名。うん、秋田が多分。あ、そうなんや。発祥の地やと。あ、そうなんや。いぶられてます。ということでゆっくり食べります。見てください。この量です。これ何ぼか分からんけど。めっちゃ肉の量多い。一口サイズ。マイクアイフォン。世界に入ってるから。普通のソースにします。うん。これがめっちゃ美味しい。めちゃめちゃ美味しい。あついな。美味しいな、十分じゃないこの量ですか、十分美味しい、じゃーん、ビビれちゃう、美味しい、じゃあ2軒目行きたいと思います。さあ次どこ行きますか。何言ってる。聞こえなかった。言ってるけど。なあ野菜可愛かったけど。可愛かったけど。可愛かったけどごめん。見てトンボ。あトンボ。最近愛がトンボにめっちゃ執着してます。もう山。肉もいいけどな。これなあ肉も美味しい。馬刺しも良くない。どうする。もうちょい見て。レモンサワーとウーロンハイ、イエーイ。おっしゃ、なんかもうめっちゃ乾杯。あ、おいしい、うん、美味しいね、美味しい。じゃちょっとつまみ頼みますか。なんかめっちゃ安いやんな、80円からで。ハツ食べたいかも。うん、ハツとイカの塩辛と。あいいね、イカの塩辛好きすぎるからないと、うん。ちょっと塩分取りすぎでちょっとあんまり良くないけど、うん。野菜とか。うん、野菜とかの中だよな。はいはいはい、野菜食べます。はい。どっちがお姉ちゃん。じゃあ野菜やったら何がいいんやろ。あ、でも椎茸食べたいかも。椎茸食べたい。うん。じゃあ椎茸頼む。お肉は大丈夫？とりあえず大丈夫。うん、すいません注文大丈夫ですか？あ、はい。じゃあここは全然語れるそう。確かにゆっくりできそう。じゃん、かぶら屋さん。肉味噌ピーマン。うん、全部安いよな。東京の割に安い。安いよな。うん、だって日本酒もだって430円やろ、安いもん。今の味噌、肉味噌、美味しそう。塩辛、いただきます。どうぞどうぞ。じゃあ一個ずつ食べよう。私は塩辛からいただきます。今いただきます。塩辛、お味塩辛大好きやね。塩辛ってさ、なんかあのス
スーパーの塩辛よりさ、こういう居酒屋の、うん、居酒屋の塩辛の方が好き。色が綺麗。うん、これめっちゃ美味しい。さっぱりしてる。めっちゃコリコリ。うま。何これ。新鮮。さっき取ったでしょって感じ。うん、コリコリじゃない。うん、コリコリ。美味しい。いいな。素材の味が美味しい。なんと。生のピーマン食べるってな、いいよね。めっちゃピント合うやろ。いただきます。うん、めちゃくちゃ美味しい。生のピーマン美味しい、うん、結構苦かったりするけど、うん、甘い。うん、うまい。美味しい。ピンピンじゃん。こう痛い。あ、そうそう、日本の、自動販売機っていうのは海外からしたらびっくりするよな。海外の人からすれば、うん、日本の自動販売機はすごいなんか治安がいいらしいです。すぐ壊されねえな、海外やったら。そうそうらしい。で、てか、もともとあんまり海外に自販機って置いてなかったから。で、なんかあれ、日本めっちゃそういえば至る所に自販機があったと、うん、そういう理由らしくて。意外と、なんか治安良くないと置けないんだって。でもそうやろな。なんかコイン入れる文化もないし、そうなの。多分ないと思うし、今は分からない。最近行ってないから分からないけど、前は全然なくて、限られたところとか、施設の中とかじゃないと、駅の中とか、そういうところでも自販機って動いてなくて。初めて知ってんけど。でも日本は特別な感じあるよな。例えばその財布とかさ、落としてもすぐ交番に届けられ、まあ中には届けられへんこともあるかもしれへんけど、結構身元の何自分が落とした財布が戻ってくること多いで日本と。はい、それがすごいなって思うよな。私は戻ってきたことあるし、中身何も取られてないんだよ。中身も取られずに戻った。いや、すごいですね。いいですね。そんな日本に住めて嬉しいです。これ、椎茸です。こんな美味しいのがこんなあんたで食べられる。無理やり。無理やり。椎茸から。だから言うやん、海外の人はさ、日本のことはああだこうだ言う前に一回日本に財布を落としてみろと。話はそれからだって言うやん。とりあえず落としてみろ。そう。落としてほんまに戻ってくるか。うん。ほんまや。うん。そうやで。美味しい。やっぱ秋は椎茸ですね。椎茸一番。きのこ大好き。美味しい。焼き椎茸が一番美味しい。シンプルに焼いただけが美味しい。ぬるぬるってするのもいいけど、うん、こういうなんか素材の味って感じ。美味しい。素材の味で思い出したのさ、なんか日本食って、めっちゃ調味料あるのかって、あ、でもそうかな。言われてみればそうかも。なんか、だしとかすごい細かくて、だし、かつおだしとか、昆布だしとか、煮干しとか。なるほど。めちゃくちゃ出汁の種類があるので。確かに醤油でも甘口とか、醤油地方によって違う濃い口かしてて、それも面白いなと思って。地域によって味付けが違ったり違うよな、結構それこそあやくちゃんとか全国行ったりとかするとそう。あ、で一個びっくりしたのが、北陸やったから、どっか富山か石川か、福井かはちょっと忘れちゃったんやけど、フグの、あの、何やったっけな、白子じゃなくて何やったっけな、フグの白子か、白子か、フグの白子食べれるか、食べれる。
じゃあ卵巣やよぉフグの卵巣結構そうっていうのはフグって基本毒あるやん、うん、血液とか全部に臓器にあんねんけど、うん、白子となんか身だけがないんかな分からんけどそうなんや卵巣は毒があるんや、うん、でその卵巣を醤油漬けか塩漬けか、醤油漬けか塩漬けかあと味噌につけんねんって、うん、でそれを3年か2、3年置いて、で毒が無毒化されんねん、うん、あ、そうなんや、そうでそれをあの珍味として食べてんねんその珍味すごい最近前食べてんけどめっちゃ美味しくて、でもその毒が毒化の解毒化されてるかっていうのが分かれへんほんまされてるかされてないか分かれへん食べてみないと分からんうん、みんな食べてんねんけど、うん、それは毒、あ、ほんとはそう、毒が無毒化されてるかどうか分からんけど食べてんねんって、うん、怖い怖いやろ怖いな、そうある意味怖い食べたけどな、うん、大丈夫や大丈夫やった大丈夫や大丈夫やっていう、すごいすごい不思議な、食文化やな、そうそう、そうなんか結構、いろんな世界の料理の色があるけど、うん、それとも古代日本だけでも結構いろんな味があって面白いなそうやな、いや日本面白いと思うし、なんかそれこそ関西と関東だけでもうどんの味違ったりするうん、そうなんか関西人は関東のうどんがちょっとミムリンと一般的には言うらしくて割と濃いというか、まあ、味は濃いと思う、うん、醤油系なんか関西は出汁系で、あ、そうかそうか、そうそう、なんか、まあ、関西人やけど、うん、やっぱり関西の味はちょっと味薄いなと思う、うん、薄味だから、じゃ関東に来て美味しいって思う、うん、前も言ったけど、なんかそういう細かい細かいっていうか結構繊細な味の違いとかすごいなと思って、うん、違いがあるんじゃない、うんうん、すごい感動した、なあ、カツいる？カツに2個ずつする、あ、2個ずつするな、はい、これもらうな、いや、ハツ、最近焼き鳥のハツが好きすぎて、うん、ハツうん、別にピンのなんか合わせんでいいねんけどなハツ、美味しい、うん、美味しい、ここ全部美味しいわ、うん、美味しいね、うん、うん、美味しいよね、こうやってゆっくりちまちま食べるのほんまに好き、わかる、ほんまの早く食べるよりゆっくり飲みながら食べる、そう、ゆっくりちまちま系がほんまに好き、綺麗に映ってるやろ、めちゃくちゃ綺麗、カメラいいな、カツポンです、完成しました、じゃあリンゴハイボールです、カツこんな、こんななみなみなんやじゃあいただきます、いらっしゃいませ、ちょっとシャンパルしちゃいますよ、あ、おいしい、飲む、どこだけ、もち飲ろう、あ、いただきます、うん、おいしい、やっぱ厚感うまいわ、おー、おいしい、何しようなの、塩辛といただきます、このハイボールはめっちゃ甘い、甘い、めっちゃ美味しい、あ、甘いんや、甘い、甘いの甘かもしれないけど、リンゴハイボール、リンゴハイボール、あ、おいしい、おいしいよ、ハイボール感ないな、ハイボール感ない、めっちゃリンゴって感じ、うまい、その味がする、うん、うまっすぎ、あ、でも今日はあんまり飲みすぎないようにしますみんな心配されてるからあきちゃん飲みすぎやで、あきでもこれぐらいやったら大丈夫です、さっき何言ってたっけ、さっきはね、観光客が増えてきた話をしてた、うんうん、観光客って誰、特に中国の人、うん、泣きがするよ、めっちゃ増えてるけど、確かに多いわな、うん、でも日本って電車が、うん、ほぼ遅れずに来てるのすごいな、あ、時間守る系女子、でもなんか昔はな、うん、日本人って今めっちゃ時間めっちゃ守るよ、うん、
私昔は一番ルール守ってなかった日本人やって。あ、そうなの。ルールっていうか時間守ってなかった。時計なかったからさ、朝日出て、そう日落ちてるっていうので韓国でみんな仕事に行ってたからさ、昔の時代はな。でも時間はこう時計が出てきたからさ、その日はこの日でこうやってちゃんと決めてやりましょうねって言ったら、一番こう真面目にあの来るようになった日本人。あ、結局なんか時間の概念ができてから、もともとは結構ラフやったんで、ゆるくやってて、それがこうきっちり決まったから、そうみんな踊りだったんで、そうみたい。確かに、なんやろ、日が出て、朝起きて、お腹空いてくるみたいな。そうで、日が自然の赴くままに寝るみたいな。そうそうそう、いいよね、いいよ、そういうなんか自然のままみたいな。そうそうそう、最高。だからなんか昔の時代は、その江戸時代、もっと前かわからんけど、江戸、多分江戸時代ぐらいに海外の人が日本に来て、あのすごいびっくりしたことがあったみたいな。それも日本人はあの言葉で全部子供たちに教えてるみたいな。あの僕たちはその海外の人たちは鞭を何百発打って初めて言うこと、けど日本人の人たちは全部口頭で口で言って物事を理解させて、言うことを聞かせて、すごい末恐ろしい国だって。で、ある学者の人たちがその日本人は本当にあの不思議な人たちだって。蝶々やなんか昆虫とか虫たちを追いかけて常にキャッキャキャッキャ笑ってるみたいな。それを見てキャッキャキャッキャ笑って、あんなき笑い転げて何が楽しいんだみたいな。その不思議さを感じてるみたいな。だから日本人っていうのはその言うたらその自然と共に生きてきた、まあ、もちろん海外の人も自然のな共に生きてきたけど、その興味というか、あの何そこの昆虫はどういう飛び方をするんだとかっていう研究的な脳のなんかきあの切り替え、生物学的に、そうそうそう、それがあるからすごい不思議な生命体だねって。っていうので言われてたみたいな。日本人はさ、ちょっと変わってるかもしれない。確かに変わってるかもしれない。なんか子供心は大事にしてる。大事なんかそういうなんか興味とか、なんでの好奇心、好奇心とか。面白いよな。ずっと子供なんですよ。子供の気持ち大事や。何でも興味持つこと大事や。大事です。とっても大事です。大事なこと。そんなもんですね。以上です。バイバイ。もう怖い。じゃあ3軒目行きまーす。いい、大丈夫、大丈夫。もう酔っ払ってます。いいよ、お腹いっぱい。でもお腹いっぱいやけど、今から、ワイン飲みに行きます。いや、あのアツくんはちょっと聞いたわ。さあ次、じゃあ、ちょっと探します、お店。イエーイ。ここにします。ブリーチ、バージプラスワイン400円。珍しい、愛機が白ワインなんて珍しい白ワインを行きます。じゃあ乾杯。3軒目乾杯。サラミと生ハムっていうのもあってんけど、生ハムが好きやから生ハムにした。赤い味噌からやつ。白にしたいね。美味しい。甘い。サンゴリア。甘い。砂糖やん。美味しい。めっちゃ美味しい。これ。甘い。なんか美味しいな、これ。たまたま5月の。油です。
髪の毛からいい席じゃなくて髪席が多いです、うん、日頃の行いですね。途中でワインを挟むっていうのがじゃあワインを挟んでちょっと語らずします。なんか秋も勤労奉仕に行って、うん、そのなんかあの天皇陛下のご会釈が賜る時に、そうなんかすごいなんか天皇陛下ってなんかキンキラキンのキンキラキンのなんかすごい皇帝みたいな、うん、あの王様みたいなとこから来るんかなと思ったけど、もう全然違うね。体育館みたいなとこでタクシーみたいなとこあるんで普通に傘さして、うん、で団体ごとに一番最初になんて言うとかって言ったら、なんかちゃんとご飯食べれてますかみたいな、健康には害ないですかっていうすごいアキラのことをすごい願ってくれます。失礼します。お待たせしました、こちら生ハムになります。失礼しますってなって、なんかすごいめっちゃ考えてくれてるみたいな、アキラのことを考えてくれてる、すごい涙出てきて、うん、そこから手の日がちょっと違うやつって、なんか今まで思ってたとイメージ、そうだけど王様とかそういうレベルではないみたいな、日本の王様の象徴歴史そのものやつ、うん、しか最初にご会釈がありますって言われて、ね、すごいと思って、その東京家に行ける機会ってまずありえませんことだから、そうそうそう、で行かせていただいて、行ってみて、あ、こういう感じなんやと、カマキリもめっちゃでかい、すくすく育ってるんだ。なんかそう研究をされているから、なおさらこうなんか田んぼとか、そう畑も稲穂とか、ね、そうそうあって、うん、あそうそういうこういう自然な感じで、東京のど真ん中なので結構自然があって、それもびっくりしてた。なそれでこうあのご会釈を行われるっていう、すごいやっぱ緊張して、であのこのグループ、さっきのエクソングループでグループごとに。私たちのグループの時にたまたま沖縄の子がいて、でその子が沖縄なんですよっていう機会がなぜかあって、それで沖縄から来ましたって言ったら、それに陛下がすごい興味を持たれて、あ沖縄からいらっしゃったんだよねって言われた言葉がすごい覚えてて、その一言がすごい、あそうかそうか、だってそうですね、あの高校両陛下がその沖縄のね、そうそうそう、歌も作られてますから、あそうそうそう、なんか歌を読まれてるから、多分思い出が多分すごくあって、すごい褒められてるから、それをそれもあって沖縄出身の子がちょっと一番前代表でなんか沖縄から来ましたって言ったことで、結構沖縄から来たんですねっていうのも反応されてて、あすごいなって、その一生に一回もないことだから、そのなんかやっぱ なんだろう、涙出るっていうよりかは、なんか身震いやんな、なんかガッと用事がないっていう、うん、なんか言葉にありがたい言葉にやられたり、あいつも結構沖縄のその祖国の沖縄、うんうん、いろんなことに携わらせてもらってるからさ、うんうん、昭和天皇の時にやっぱり沖縄に行かれへんかったっていうのが心残りに心残られたから、なおさら平成天皇っていう緊張兵器、緊張兵器か、うん、が、ね、あの昭和天皇の思いを引き継いで沖縄にあの訪問されたっていうのもあったから、うん、あそうそうそう、いろんな思いがつながってんのかなと思って、そう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 、沖縄を守れなかったっていう気持ちがすごい昭和天皇の中にはあったから、それを多分引き継いで、そう結構それが印象的で、沖縄に対する思いがやっぱり一番違うから、沖縄なんですねっていう、何なんか一言目にそれがすごい感動して、そうやな、結構そういう昔やけどさ、9年ぐらい前にやったけど、昨日放送させてもらったけど、うん、すごい貴重な経験をさせてもらえたなと思うぐらい、うん、なかなかできるもんな、それがあったから、なんかいろんな、今生きる中でさ、うん、ああいうこともあったなっていう、うん、考え方がな、なんか誇りに思ったとか、そういうことか、そかそか、なっちゃんもそうやったよな、経験させてもらったのすごいいい経験だなって思って、うん、確かに用事そうや、乾杯乾杯、桜だもんだっていう、桜だもんだ
ということです。じゃあゆっくり飲みます。食べますか。じゃあ次は中華に行きたいと思います。レッツゴー、反対側、こっち、反対側、よし、ということで、あ、大丈夫。すごい優しい優しい、食べましょうか。超酔っ払った。今から、餃子食べに行きます。ゴー、行きましょう。レッツゴー。4軒目です。4軒目。あ、楽しいな。楽しい楽しいな。ありがとう、なっちゃん。こちらこそやね。どうぞ、次のご案内に行きます。ということで、さよなら。参ります。ゲームセンターね、いいよね。あそこのゲームセンター行ってみてもいいけどね。そう、ちょっと遊んでもいいけどね。ベイベー、どれどれ。UFO キャッチャーに来る。なっちゃんが UFO キャッチャーのプロらしいんで。チャンネル登録よろしく。美味しいの？大好き。嬉しい、楽しみ。餃子で、博多餃子に行きます。あー、おでんもあるじゃん。行きます。お邪魔しまんにゃわ。デカブドウ2です。10個ぐらいいけるか。餃子ちっちゃいからいける。あ、ほんといけると思う。これにしました。ここにユポンがついてました。あ、でかっ。ありがとうございます。ちなみに今このエビアボスティックがおすすめなんで、もし余裕だったら。はい、ありがとうございます。めっちゃでかいやん、ちょっと待って。でかすぎ。待って、マジで思ってる。でかっ。これが、ブドウのやつやんな。ゼリーめっちゃうまい。どうぞどうぞ。でかすぎやろこれ。メガやん。こんなん初めて飲んだわ。ぶどうにしました。もうおしとやかに、やっぱぶどうにいかなあかんかなと思って。今の時代アヒラぶどうで。でかでかすぎ。もうジュースやん。ゼリーどこ？ゼリーどこなん？ストローって言ったらゼリーが出てきたから。そう。ストローゼリー。下の方ゼリー。うまい、ゼリーあった。ジュースやん。ファンタやん。ファンタグレープ。ファンタグレープやん。いや、これは全然ジュースですわ。ジュースでした。ダンダン。キャベツも食べよう。あ、でもウコン飲んどこ一応。ウコンって何個？何個飲む？3個。1日何個って感じ。なんかウコンも用意。ウコンも用意されてるから。3粒？うん、3粒らしい。一応な。あきあんま二日酔いとかないけどさ。念のためな。うん、念のため飲んどきます。大事。3粒飲んどきます。かけてばる。これで普通やな。二日酔いはない。二日酔いってある？あ、でもあんたまにある。なんかないよな。頭痛くなる。あ、でもたまにあるかも。頭痛いのはあるかもしれんけど、でもそんなほぼないねんな。強すぎる。一瞬やるか。大丈夫。
レッツおかわりって言うだろ。これがいいな。こういうところもいいよ、うん、はい、あ、すごい。さっきのさ、なんかワインって結構さ、気張るよな。なんでちょっとおしゃれにしなきゃ。最終的にこんなとこがつくよな、うん、ゼリー入ってる、おいしい。これはもうデザートです。ジュース、イエーイ。餃子来てからいや、おいしそう。でも12個、餃子いただきます。え、これ何？そのままでも食べれる。そうだ、実はそのまま行きます。先行ってみましょう。なんか熱そう。え、めっちゃ美味しい。え、餃子美味しいな。でも31歳だったら31歳。美味しい。やばっ、この餃子めっちゃ美味しいよね。はい、ごちそうさまでーす。ということで今日も一日ありがとうございました。ありがとうございました。また遊ぼうね。イエーイ、遊ぼうね。はい、ということでバイバーイ。なっちゃんでした。またね。バイバイ。